BS11 伊集院光の番組、伊集院光の番組っていうタイトル気に入ってんだけど、人に言うときに、あれ、これ通じてんのかな、通じてないのかなってちょっと思っちゃったりするんだよね。まあ、その番組で、まあ、基本的には、まあ、企画を僕がやってますんで、とにかく、適当なことを言っちゃ、ね、撮ってみてて。で、大体僕の感覚の中では、3企画に1回ぐらい、うまくいけばいいと思ってますんで、で、逆に言えば、うまくいくって、計算できる企画を出すんだったら別に普通に地上波でいいやと思ってるんで、で、この間も俺も若手芸人もみんなでシャモのひよこをもらいに行って、で、それを生取りっていうの、大人のシャモまで育てて、みんな戦わせるとか、そういうのを考えて、まあ、さすがにスパンが長すぎますと。なんかさ、わかんないけどさ、ポケモン育てて戦わせる感覚でさ、自分のシャモをさ、半年かかんのか1年かかんのか知んないけど、すごい育ててさ、戦わせたらすっごい感動すると思わね、勝った時とか。だけど、その仕事場とかにシャモ連れてったりとかもするわけだから、そういうのが面白いと思ったんだけど、まあ、常識的に無理だね、みたいなね。で、これ通ったやつは何やったかな。リッツパーティー、リッツパーティーの途中に、みんながこうやってリッツパーティーをするんです。それで素敵なことみんな喋るんです。で、リッツパーティーしてんだけど、服の下に弾着、着弾っていう、血のりと火薬のついたやつをいっぱい仕掛けといて、素敵じゃないことを言った人が狙撃されるっていう。みんな素敵にリッツを食べたら、パーンつって、素敵な死に様を誰が見せるかっていうやつを考えて、それはちょっと半分ぐらい採用になって、おそらくですけど、ケーキ作りをやりながら人に抱き戦いをやるっていう企画に少し変わったんですけど、もう意味が全然わかる。わかんねえくたっていいんだよ。俺は面白くなると思ってんだよ。リッツパーティーも面白い。ケーキ作りをしてるわけしてて、足を引っ張ってるやつが狙撃されるんだけど、ケーキ作りを、俺のその企画意図は、今パティシエとかに、男の子の夢の中にパティシエとか入ってるじゃないですか。だから、そのパティシエを目指したらも目指したいけど、やっぱ俺たちの昔の先入観だと男らしい仕事とまた別な感じが、で男らしい女らしいがない時代になってるけど、俺たちちょっと先入観であるじゃないですか。だからそれをバランスを取るために、全員ヤクザの格好をして、そのケーキ作りをするっていう。で、ケーキ詰めで足引っ張ってるやつは着弾がついてますから、パーン！わしの墓にショートストライチくれーって言いながら、まあそれを。ケーキ作りも、まだオンエアされてないけど、やったら別の企画でケーキ作りやったら意外に楽しかったんで、ケーキ作り第2弾として、仁義なきケーキパティシエをやろうかっていう中で、まあ、で、もう一個何から出んだろう。うろ覚えの話ってあるじゃんね。うろ覚えの話って覚えてると思ったけど、うろ覚えだったら人と全然違ってる話があってね。三匹の子豚なんてそんな中では相当ちゃんと覚えてる話じゃん。で、俺の中では三匹の子豚って、基本的に豚が三頭兄弟いるわけですよ。一番上の豚、二番目の豚、三番目の豚がいるわけですよ。それでいて、家をそれぞれ作ることになって、で、一番上の豚は、もうちょっとめんどくせえからな、つって。めんどくせえから、それ、藁でいい。チュチュってやるんじゃねえのなんて話して、藁でチュチュって家作って、で、よかったね、なんつってね。まあ、この家はもう姉派さんも OK 出してる家ですから大丈夫ですよ、みたいな感じになってるわけですよ。で、二番目のやつは、藁はねえけど、的なやつで、木の板で作ったら、それはそれなりにいいんじゃねえの的なので、木の板で作るわけですよ。で、これも姉派さんが、大丈夫、スパーンってハンコ押すわけですよ。ほんで、三番目のやつは、その豚はもう、豚の中でもお前、ノロマだなって言われてるってことは相当ですよ。ねえねえ、だって昔話においての豚キャラってそんな機敏なキャラじゃないですから。その豚が、三番目の豚は、レンガの家を一生懸命作ってて、で、その、前の兄貴と次男は、お前まだやってんだ、みたいな。まだやってんだ、的なやつ。ね。で、その、ちょっと引いちゃってる。感じだよね。え、お前まだ64やってんの？的な感じで見てるわけですよね。なんかその感じで。で、でも3番目のやつは、でも丈夫な家を作らないと怖いブーなんつってさ、それでやってると、そこに狼が来て、
で、その、まず、お前、レンガ運んでるやつ食っちゃうんだっけ？それじゃダメじゃねえかよ。で、なんかその、藁の家を吹き飛ばして、で、藁の家から兄貴が逃げて、次男の木の家に行ったら、この木の家も一生懸命やったら吹き飛ばされて、ほいで、二人で、やべえって三男のその、レンガの家行ったら吹き飛ばせなくて、狼は吹きつかれて帰っちゃいました。三人でお前のことバカにしてごめんな、みたいな。ね、お前三男で呪いなんてバカにして、お前のその慎重な感じで俺たち命を救われたっていうことなんだなみたいな話してね、お前なんか言えよブー的なやつで終わりじゃないですかね。最終的にこれそんなにボケてもいないし、そんなに間違ってもいないじゃんか。全然伊集院さん何普通に話してるんですかじゃないですか。だけどなんかそれをこう話してたらなんかうちそのあ誰が言い出したのかな、一人 AD の石田ちゃんっていう女の子がえぇ、みたいな、あれですよね、藁の、人間に藁をもらいに行くシーンがねえ、みたいなこと言い出して。え、何それ人間って何と思うじゃん。人間役のやつなんかいないよ、と思うじゃん。人間に藁もらいに行く、人間に板をもらいに行く、人間にレンガもらいに行く、そんなとこないよね。がねえって言い出して。え、そんなのねえよ、みたいな感じになって。それで、さらには、ホリプロのお笑いの今にが、長男は、藁吹き飛ばした時、その場で食い殺されるでしょっていうのね。食い殺されて、で、次男はあった。次男も食い殺されるでしょっていうわけ。ほいで、三男だけが食い殺されないって言うんだけど、それはおかしいでしょ。三男は工夫したから、家が無事だったっていう設定なのにもかかわらず、そこが教えたいわけじゃん。地道に、その頑張ったら、いいことあったねっていうことじゃん。ね。なのに、それだと、2頭も食ったら、狼も負けじゃねえよなっていう感じ出ちゃうじゃん、絶対。狼、豚人で2頭食ってたら、3頭目はまあいいかってなるから、その要素の方が、要するに兄貴と、その、兄貴2人を犠牲にしたおかげで、ノーノーと生きてんだ。おめえ人間じゃねえよ、豚野郎！はい！で、おなじみの、感じになっちゃうじゃん。だからなんか、みんな違うわけ、それで。さらには、上田さんっていう、スタッフが、は、ちょっと賛美の小豚今揉めてるんですけど、どうなりますかって。お母さん豚が、え、お母さん豚何お母さん豚ってみたいな。結構賛美の小豚、相当単純なのに、なんでしたら、うちのマネージャーの下、ね、下こと可愛い子ちゃんがさ、びっくり、その話を、一連のこの話をしてびっくりしました。三匹の子豚って舞台外に狼なんか出るんですねっていうのね。狼出ないとどうなんのっていう、どうなんのって言ったら、自然に壊れてくらしいのよ。その、地盤が悪いのかな、業者に騙されたのかわかんないけど、自然に藁の家が壊れて、わっぱ藁の家すぐ壊れんなっつって、じゃあ木の家って、木の家もやや後に壊れて、でいて、そのレンガは壊れませんでしたっていう、それじゃ何の話なのって話じゃん、もはや。ね。ほいで、したらそこに、あんまこの番組は出てこないけど、川端っていう、若い、ホリプロ入って1、2年目ぐらいのマネージャーがいて、あんまその現場もつかないし、いつもその、黙っているぐらいのやつなんだけど、そいつが、ちょうどこう、まあそれ楽屋でその時は、その下尾と話してたんだけど、下尾と話したら川端入ってきて、本番です、みたいなこと言うわけで、そのまた別の番組の本番ですって言われて、で、何話してたんですかって言うから、お前三匹のこと知ってるかって言って、したらその、移動しながら、スタジオに移動しながらだからさ、したらその川端もさ、お母さん豚がって言うわけ。お母さん豚って何だよそれって俺ちょっと切れかかって、お母さん豚って、そうやって役を増やして友情出演でまたあれだろ、ボアとか出そうとしてんだろって思ってるわけ、こっちは。ねえ、なんでボアかわかんねえけど。そういう役んとこにちょっと広末涼子ねじ込もうとしてんだろお前っていう感じですよね。俺からしてみたら。したいやいや別に、でもお母さん豚が、最初にもう家も手狭だから独立しろみたいな話から、あ、なんかちょっと、あるある。なんか、それは、なんかあったような気もする。お母さん豚が、母さんの年金目当てでみんなそうやって、パラサイト的に、ニートライフを暮らしてるけど、お母さんもう真っ平なの的なやつあったなって思い出して、で、いて、独立しなさいよみたいなのあったなと思って、ちょうどそこでさ、もう本番のスタジオについちゃったわけ。ついちゃって、
で、お前のやつケツはって話したら、いや、終わりは僕多分合ってると思いますよって何人だから、もう行くんだよ、今本番始まるから。おい、だから、大やけどした狼が泣きながら走っていって終わりです。大やけど狼大やけどな、収録終わって感じがいねえでやん。だから3匹の小豚でそんな調子なわけでしょ。ね、三匹の子豚は俺は相当覚えてると思ってたのにもかかわらずそんな調子でしょ。もうジャックと豆の木とかなんて来るともう、ジャックと豆の木をさっきちょっとその高生の渡辺くんとさらってたら、もう渡辺くんはもう豆を急に持ってるもんね。最初は牛だよあれ。牛をアブと交換するんだよね。でアブが反物がみかんだよね。でみかんを食っちゃってもう何もすることがないってなってからの、あ豆だだよね。なんだよもうね、そういうやつですよね。確かでも実際もんでジャックと豆の木もその牛弱なんか金なくなっちゃって、牛となんか金に変えてこいよって言ったら、ジャックがすげー豆だぜって言われて、豆と交換して帰ってきて、お袋にすーごい怒られるんだよね。ふざけんなよ、お前。本当に。どうなってんの、お前、的な。で、電気ショックをビリビリって何度もやられるみたいな。な、絵本は見たことあるよ。電極のね、その、銅でできた棒をね、両こめかみに当てられて、ものすごい電流を流されてるジャックが豆をつまんでる絵は覚えてるけど。でもさ、お袋が外捨てちゃって伸びた後に、どうやって金の卵を産む鶏になったのかがあんまよくわかんないんだよね。巨人出てくるよね。ジャイアント出てくるよね。出てきて、なんでジャイアントがなぜその卵のとかわかんないんだよ。もっと言うと、ブレーメンの音楽隊あたりになってくると、もうメンツもわかんないよね。メンツ。吉田と佐藤と、鳥ね。わかんねえな、おい。核心のところ企画内容の話できなかったわ。俺来週まで、じゃあ分かった、来週まで俺生きるわ。来週まで俺生きる。